メンソーレビールジェンド、つぶらです。本日はメンソーレシークワーサー風味、こちらのレビューをやっていきたいと思います。昨年数量限定でね、販売されて即で完売してしまった大人気商品ですね。ビーレジェンドの一つの強みでもあるさっぱり系のね、爽やかに飲めるプロテインフレーバーになっております。早速ね、そちらのレビューをやっていきたいと思います。で、こちらのね、プロテインをご購入いただくと、こちらのね、赤い袋に入ったスプーンが入ってまいります。こちらのね、スプーンにすり切ってパウダーをすくってもらうと、だいたいね、30g 計量できて、タンパク質がね、20g 取れる設定になっております。こちらご活用ください。お水はね、だいたい 150ml から 300ml を目安に入れていただくんですけれども、濃いのが好きな方は水を少なく、味が濃いのが苦手だという方は水の量を増やして飲んであげてください。パウダーはね、こんな感じですね。いつもはね、もう少し白いパウダーなんですけど、シークワーサーは少し黄色みがかった、ね、パウダーになってますね。あ、香りは柑橘系のさっぱりというよりちょっと苦味を感じるぐらいの香りですね。うん。それではこちらのね、スプーンですね、すり切って一杯入れていきましょう。よいしょ。泡立ちもね、ダマももうほとんどありません。綺麗に溶けております。あ、水にね、溶かすと先ほどパウダーの時に感じたね、苦味みたいなものはもうほとんどなくなって、ほんとシークワーサーの爽やかな柑橘のね、いい香りが漂っております。非常に美味しそうです。いただきます。うん。デジ、マーさん。爽やかで非常に美味しいです。あの、みかん風味であったり、パッションフルーツ、あの辺のね、爽やかな酸味とね、スッキリ感を感じることができるフレーバーです。やっぱシークワーサーって酸味とね、若干やっぱり苦味みたいな部分をね、感じることができると思うんですけど、若干のね、苦味みたいなものもうまく再現できていると思います。非常にうまくシークワーサーを再現できているのではないかと思います。一点ね、ご注意いただきたいんですけれども、こちらのね、パウダーの中に、シークワーサーパウダーであったりね、柚子とかがね、使われてるんですけど、溶かした時にね、こう緑っぽい粒々がね、入ってるんですけれども、まあ、こちらはね、シークワーサーであったり、柚子のね、抽出物になりますんで、まあ、安心してそのまま飲んでいただければと思います。こちらのシークワーサー風味の味の評価を星5段階でつけていきたいと思います。甘みに関しては、シークワーサーが持ってるほのかな甘みをね、見事に再現できてたと思います。星1つとなります。酸味に関しましてもすごくね、すっきりと飲むことができましたんで、星3つとなります。すっきりに関しまして、シークワーサーの酸味であったり、飲んだ後のすっきり感、すごくね、上手に再現できておりました。星5とさせていただきます。クリーミーに関しまして、そこまでね、ミルク感であったりホエー感もほとんどね、感じることがありませんでしたので、星1つとなります。甘みが1、酸味が3、すっきりが5、クリーミーが1ですね。ぜひね、商品お選びの際の参考にしていただければと思います。メンソーレシークワーサー風味、1食 30g あたりの栄養成分表示ですね。エネルギーが 119.2kcal、 タンパク質が 21g、 脂質が 1.6g、 炭水化物が 5.1g、 食塩相当量 0.2g、 ビタミン C 42mg、 ビタミン B6 が 1mg となります。暑いね、季節なんかにもね、ぴったりのね、爽やかすっきりとしたプロテインになっております。溶かしていただいてね、氷入れてね、キンキンに冷やして飲むとね、非常にね、さっぱりと飲んでいただけると思います。まあ、数量限定になりますんでね、ぜひお早めにお買い求めください。こちらね、動画の概要欄の方に商品ページに飛ぶ URL 貼り付けております。ぜひそちらからお買い求めください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。またやーさーい。